もう普通のキャンプに物足りないとか新しいことしたいっていう人にこれはねマジでおすすめ、火鉢キャンプ。こんな感じで雪降ってますね。風も結構強いです。4月の後半なんですけどこんな降るっけ。猫がいる。寒いのかな。いや今日ね約2ヶ月ぶりぐらいのキャンプなんですけど張り切ってたんだけどめちゃくちゃ風が強い。今現在地の風速が7、どんどん上がってきます。最大風速が今日10とかまで行くんで10以上行きそう、この場所だったら。いやそれにしても寒いな。ちょっと油断してる格好なんでまさか雪降ってると思わなかったんでね。なんか俺ここ来ると荒れるな天気。はいこんにちは、カズです。今日はですね北海道登別市の津軽の館キャンプ場に来てます。風が強い今日は。ちょっとね久しぶりに来たんですけど、さすが津軽の館って感じですね。寒いです。で今日なんですけどこれ持ってきました。これ風呂敷に入った、僕がね宮崎県の職人さんと一緒に作ったね火鉢です。火鉢後ほどお見せします。火鉢でキャンプを今日はしようかなって思います。まあ、ただこれ使うのはね夕方以降ぐらいかな。まあのんびりテントの中でキャンプをするって時にこれをね使ってみようと思います。これ販売中なんでぜひ気になる人は見てみてください。下のリンクから飛べます。じゃとりあえず設営しますか。なんか風止んできたな。雪も収まってきた、止んできましたね。今日はもう果てしなく辛いキャンプかと思ったらこの調子でなんとか持ちこたえてほしい。よしやろう。今日はね風が強いんでこのレッドクリフでいつも通りねやっていこうと思います。ああ疲れた。やっぱ風は嫌だね。また降ってきた。なんかさっきからね動物がいるんだよな、ここら辺に。鳴き声がする。まあこの辺ねクマとかも結構出るんで若干怖いよね。はい、ということでこんな感じでガイロープも完璧にね差し込んでます。で、まあ、北海道今雪解け直後ということでね地盤結構緩んでたんで今日はこの40センチペグでがっつり固定してます。これでまあめったなことがない限りは飛んでいかないですね。まあ、ただこのレベルの強風になるとポール2本にしないとこのポールがねもうしなって折れちゃうんで2本にします。今日もまあ、これでね今まで風速10以上の強風キャンプでもまあ難なくねやってきたんで今日もおそらく大丈夫かなと思います。よしこれで行こう。風やば、すんげー外出たくないんですけど。
吹雪じゃん。春の吹雪でしょこれ。すごいよ。こんな感じでも設営してるんですけど、焚き火できるかな今日。あー、これは桜もしぼむわ。天気はいいんだけどな。設営終わった。今日おこもりキャンプにします。ちょっとね、焚き火はね危ないっていう判断になりました。ちょ、風速も結構いってるんで、多分6、7ぐらいいってるんでね、明日起きて風が止んでたらやろう。よし、はい、ってことでですね、焚き火が今できないということで、焚き火で焼くもの、まあ、例えばなんだろう、ステーキとか焼き鳥とかしか買ってきてなかったんで、火鉢に合いそうなものをいっぱい買ってきました。もう腹減りすぎたんで速攻火鉢使って飲みます。こんなに買った。あ、ビールも買った。もうね、今日飲まない予定だったんだけど、飲まないとやっていけないということで、はい、ということでね、こんな感じで今日は設営してます。もうね、ちょこちょこ虫が出てきそうなんで、蚊帳張りました。ほんで、まあ、ざーっとこんな感じで、ここに机、そう、この机なんですよね。今、おきびの方でもう販売は開始してるんですけど、ホワイトオークを使ったね、テーブルです。これはね、結構いいよ。家でも使ってます、これ。とにかくね、材料にこだわって原価高すぎて全然ね元取れないんで、もう作るのはやめてますけど、今出てるのみで販売してます。そしてこれですよ、この風呂敷。これね、さっきから言ってる火鉢なんですけど、風呂敷に入れてます。はい、これがね、銅トラの、まあ、置き火と職人さんで作ってる火鉢です。第1弾。これでね、最近家で火鉢で温まりながらなんか飲んだりとかすんのハマってますね。はい、こんな感じで二重構造でキャンプでも使いやすいようになってます。多分火鉢使ったことある人あんまいないと思うんですけど、ましてやキャンプで遠赤外線でもうじっくりと焼けるんで、お餅とか、まあ、これから焼きますけど最高にうまいです。風情があるよね。あ、そうそう、ここね、こんな感じでいろいろ小物入れにしてます。収納スペース、ここに僕はね、今日使うこの炭たち、備長炭をね入れてます。まずはね、こんな感じで備長炭を置き火状態にします。まあ火をつけるって感じですね。もうさ、ほんとこういうあんま外出たくない日とかさ、焚き火できない時とかさ、まあ夜寝る前とか、こうやってねしんみりね、まあ、日本の文化、火鉢でちびちび飲むの最高なんですよ。さっきさ、これ家でも使ってるって言ったけど、昔だったら隙間風とかあって家の中でも使えたんだけど、今だって気密性高い家が多いんで、そこはしっかりと換気を十分にしながらやっていただく必要があるんで、そこだけは注意お願いします。これもね、家用の室内用の備長炭を使ってるんですけど、大型炭とかさ、そこら辺の室内用のを使ったらテントの中でもね十分使えるんで、これはね楽しいですよ。うわー、いいね。これなんかさ、大人の遊びって感じっすよね。もうこの段階でまず、はい、できました。こんな感じ。これでね、もうめちゃくちゃあったかいです。テント内の温度もだいぶ上がると思う。これがまあスタンダードな感じですね。ここでなんかお餅とか焼くんだったら、まず先にこの五徳を乗せます。で網、これで準備完了。早速この餅を焼いて食べようかなと思います。お、見て見て、結構いい感じに焼けてる。ほんとね、この中心部に関してはめちゃくちゃ熱いんで、もうすぐ焼けますね。ってことで、焼いてるのを待ってる間飲みますか。もう乾杯。
けどね。うお、見て見て、やばい、これ焦げる。ちょっと、あもう食えるかな。醤油つけて食っちゃうか。うまそう。この餅、ちょっとね、醤油をつけていただきます。うん、うまっ。おこれいいな、すごい。一瞬でなんか丸まってきた。エリンギたまらん。これはね、醤油ちょっとつけてさ、エリンギ食べてビール飲んだら最高だよね。いや渋いな。それにしてもこの火鉢を作ってるのが小山さんっていう人なんだけどさ、一緒にデザイン考えてこれ作ったんですけど、もういやほんと作ってよかった。まさに火鉢って日本文化じゃないですか。こういうの作ってる職人の人と結構日本縦断しながらお話しする機会とかあったんですけど、現代の人に、ね、こういう火鉢とか、まあ、いろりとか、まあ、その他の伝統工芸品とかを知ってほしいっていうの職人さんがやっぱ多いんで、何かしらね日本文化をキャンプにね取り入れて楽しんでいきたいなと思います。今日何もしなかったな。ずっとおこもりキャンプだったな。寝ます。まあ、今日もねこの南下で寝ます。まだ寒いんで、多分外はね、まあ、最低気温0度って言ってるけどマイナス 1,2 度ぐらいは行くかと思うんで、じゃあちょっと明日の朝ごはんはちょっと気合が入ればカニのしゃぶしゃぶにします。気合入んなかったっていうか寝坊したらカップラーメンかな。じゃあおやすみ。めちゃめちゃ快適に寝れた。今朝の8時なんだけどね、朝方雪降ってました。はあ、腹減った。風が今日も強い。なんか澄んでるな。なんか春の匂いする。雨降ってきた。もう沸くの早いいね。
はい、で今日はねちょっと小ぶりだけどカニを持ってきました。ズワイガニ炊き込みご飯とあとカニしゃぶにしようかなと思います。もうちょっとでかかったらねそのまま焼いて食ったりしようかなと思ったんですけど、ちょっと思いのほかちっちゃかった。やべえ凍ってる。ちょっと凍っちゃってうまく取れなかったんですけど、うん、もうわりかし、わすごいうまそう。ちょっと食べよう。あ、うめえ。いやこれこそさ火鉢で炙って食ったらめっちゃうまいだろう。やばい、これ炙って食った方がうまかったかもしれないぞ。結構身がぎっしりだ。醤油、あとお酒。 OK。 わ、全然火鉢でできるなこれ。熱々。そしては早速うまそうこれ、やば。張り付いちゃってうまく食べれないですけど、まあいいや。いただきます。うまっ。こんなこともあろうかとね、このノンアルコールビールを持ってきたんで、これはねノンアルコールビールを飲みながらじゃないと。かあ、キンキン、うめえ。この火鉢の雰囲気がたまらん。そんなことをしてるうちに熱いんだな。これはうまそうだな。ちょっとこれは若干焦げたけどめちゃめちゃうまそう。このね取っておいたやつをファーンと盛り付けて、うわ豪華すぎる。いただきます。おお、史上最強にうまい。やっぱこの大葉がいいよ、大葉が。やべ、本物のビール飲みたい。カニってなんかマジで幸せな味っすよね。これ。おお。やべ。うますぎ。はい、ということで撤収完了しました。今日はね終始強風キャンプでって感じで。今もね撤収してる最中も帽子飛んだりとかなんかテント吹っ飛んでたりとかしたんですけど、あの火鉢をたんまり使えて本当心底楽しかったですね。なんかおこもりキャンプっていうかキャンプの新しい過ごし方みたいな、エコだし、まあ、ちょっとした暖房、それが心地よくて新たな楽しみ方を見つけられたのかなと思います。この火鉢に関してはもう販売してるんですけど、また火鉢を軸にしてね焚き火道具とか、まあなんか囲炉裏セットとかな、わかんないですけど、なんかそういったものの開発研究とかも今同時並行でやってるんで、ちょっと面白いものができたらなって思います。では引き続きね北海道でのキャンプになると思うんですけど楽しんでいきます。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。